皆さんこんにちは。今日の知っとくは、学ランは何の略？というお話です。中高生の制服である学ラン。最近はブレザーを制服としている学校も随分と増えましたが、今でも学ランを制服としている学校が多いものです。では、一般に学ランと呼ばれているこの服のランとは何なのでしょうか？これは、実は、オランダのランなのです。江戸時代にオランダ人が日本にやってきたとき、オランダ人たちは爪襟の服を着ていました。この爪襟の服のことを日本人たちはオランダ人たちが着ている服ということでランダと呼ぶようになりました。その後、明治時代に入ってから男子学生の制服として爪襟の服装が採用されると、人々はその服のことを学生用のランダという意味で学ランと呼ぶようになったのです。ちなみに女学生の着るセーラー服のルーツはイギリス海軍にあります。イギリス海軍の水兵はセーラー服を着ていましたが、福岡女学院の校長エリザベス・リーがこれに倣って女子生徒の制服にセーラー服を取り入れました。これが瞬く間に日本全国に広まったのでした。私の住んでいる町では、学ランの男の子やセーラー服の女の子は本当に見かけなくなってしまいました。